はい、ご視聴ありがとうございます。9月2日、新しいプロジェクトとして桜革命というものが発表されました。桜大戦の世界観をそのまま、続く世界ということで、スマートフォン向けの RPG として、配信されるということが分かりました。ブラックというプロジェクトは、以前からあって田中康平先生が関わっているということと、登録商標で桜大戦ブラックというものが登録されているということだけが、広まっていたので、これがどのように関わってくるのかなと思っていたのですが、作品がね、桜革命というタイトルで出るというようなことを聞いてちょっと驚きました。いい意味で驚きました。セガからのその発表の、ライブの中で、新桜大戦より前から始まっていたプロジェクトということがね、プロデューサーから発表されていたので、スペシャルアニメも見ても、すごくこう納得の作り込み、すでに完成度が高い状態で、このプロジェクトが発表されたということはよくわかります。作品の現段階でわかっている情報とか細かい内容とかは、そちらのね、セガの方での紹介の動画とか情報を見ていただいて、ここでは、作品のその発表された情報とかを見ての、率直な感想とかを一ファンの立場としてちょっと話したいなと思いました。まず魅力の一つ目は引き込まれる戦闘演出、必殺技や連携の時のこう演出、ああいったものを初めて見た時のこう熱さというんですかね、やっぱりそのストレートにかっこよさ、悪と戦うというものを軸にした作品としては、やっぱりその必殺技とか立ち向かっていくシーンというのは見ものだなと思っています。これがね、すごくこう白熱する演出になっていたのはすごく嬉しいです。どうしても新桜大戦ではアクションにジャンルが変わったことによって、連携とかのその演出っていうのはちょっと限定的になっていたので、これが RPG という形になることによって厚みを増してくれるんじゃないかなと期待しています。魅力の二つ目は、新しい主人公の大石と、桜志乃、この二人の関係値です。スペシャルアニメの中では、まだまだ設定がよくわからない中で、どんどんストーリーが展開していきました。しかし、その中でも、大石が桜を守ろうとする。そして桜も大石とその、ついていくという言葉を選んでいましたが、すでにこの二人が同じ目標に向かって、同じ悪に立ち向かう目的を持って、お互いの背中を守り合って戦いに臨む。これは大神と新宮寺桜との関係値、あるいは神山清十郎と雨宮桜とのその関係性っていうのをストレートに、そして純系で引き継いでいるなというふうに思いました。もうすでに熱いですね。三つ目は世界観。今回大正100年が舞台になるという、一見するとぶっ飛んでるんだけれども、このことが桜革命という作品の魅力の大きいところじゃないかなと思ってます。従来の桜大戦シリーズからずーっと続いてきたその大正ロマンという世界観、そこに、我々が現在今もなお住んでいる21世紀の世界観、この2つがクロスされて融合されていくということで、新たな魅力や新たな世界観が描かれる。つまり今我々が生きている、インターネットも普及している、インフラもすごく整備されているという、すごく便利な世界に、あの大正ロマンの桜大戦の世界っていうのがこう融合されていくっていうのは、どんな世界になるのかなっていうのを考えるだけで、もうすでに胸が高鳴りませんか皆さん。私はもうワクワクしてしょうがないです。あちこちが痛いよ、ふうかちゃん。桜志乃たちが、主人公と言っていいんでしょうね。帝国歌劇団、このね、名前を名乗り続けて戦うということがまず分かりました。それだけでなくて、大帝国歌劇団ブラックというものが登場するということが分かりました。まあこれが、ブラックというね、もともとあったプロジェクトの名前だったので、こっちが先行していた形になるんですけれどもね、単なる悪役、今までだったらクロノスカイとか、たくさん悪役という存在はいました。またそういう存在とは違って、敵役、対抗組織が存在することによって、キャラクターの人気や魅力というものへはすごく期待が大きいなと思っています。ますますね、こうシリーズのファンっていうのがこうキャラクター入り口でたくさん増えてくれるんじゃないかなという期待もあります。2つのね、歌劇団がどう交錯するのかというのを楽しみにしておきましょう。
期待する点の2つ目は新桜大戦とのつながり関連性です。このような形になったことで新桜大戦と桜革命の2つの作品が同時進行するような状況になっているかなと思います。ここでは言えませんが、新桜大戦時アニメーションではまだまだ含みのある演出でストーリーが終わりました。このことで、桜革命の方と新桜大戦のこの2つの作品が同時進行することで世界観の広がり、続きとか含みの存在にワクワク感が生じているなと思っています。特に大正30年で新桜大戦のストーリーが一旦終わっている状態、今回のプロジェクトで大正84年のその帝都が、やられてしまっているところから話が始まっている。つまりその間の部分にまだ含みを残した状態になるので、まだまだ桜の世界で広がるなっていう風な気持ちが強くなりました。3つ目はなんといってもこれ楽曲、今回の主題歌と言っていいんでしょうね。桜光るレボリューション、劇中のようなやっぱりその帝国歌劇団の強さたくましさっていうのを出していった魅力と、それに加えてまるで桜夢見しのような疾走感のあふれる、曲調に桜の世界っていうのを大事にしながらもなおかつ新しい時代の到来というのを感じさせました。やっぱりね、BGM もそうだし、その歌詞ありのねその曲の方もそうだけれども、桜大戦はこう楽曲がもう1000曲近くあるんじゃないかな。今でもねこう曲のフレーズがパッとこう頭の中で浮かんできたりとかっていうのは何曲もありますからね。初めて劇帝を聴いた時、初めて新宮寺桜の桜を聴いた時、初めて君よ花よを聴いた時のようなあの時の興奮、あの魅力っていうのがね桜革命でも感じられるのかということがね楽しみですね。何曲ぐらい曲出るのかな。はい、これからねどんどん公式の情報がねさらに発表されていくと思います。続報が出てくると思います。この胸高鳴る気持ちをねぜひ皆さんとこれからシェアしていきたいと思います。またねちょっと何かこう新しい情報出て気になることとかあったらラジオという形で動画を発表していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長に敬礼。